この剣は、ガマガンのアジトで、あいつが、この剣は、なぜあいつが、流れ込んでくる黒い力が、今までの剣の火じゃねえ、今だ、ぜー。魔法毒に侵された結果そのものを奪い取った。あの剣は、あいつの、あの剣の力はリヒトさんの魔法じゃないのか。醜い、汚れた人間ごときが。おいおい、まさかその気色悪い花プレゼントする気か。嬉しいよ。お花の花言葉は、うちに秘めた優しさ。それを知っている虫たちにとっては安息の地なんだ。きっとテティアも喜んでくれる。ありがとう。そして思い知らされた、その醜さを。くあいつ、魔法制御しようとしてない。魂が暴走してる。ああ、マナの感じでわかる。行くぞアスタ。天聖魔法を打ち消した。この剣があればみんなを救える。勝てたのは全部ユナのおかげよ。感謝しなさいよね。何よ、お前が10割なら俺は50割だ。すげえよアスター。ナッシュもシスターを守って頑張ったな。めちゃくちゃ可愛い、お人形さんみたい。アスター、ユナ、村を救ってくれてありがとう。二人とも。またエルフに転生した魔法騎士が襲ってくるかもしれない。大丈夫、みんなとこの国は俺たちが絶対守る。国王様、国王様。申し訳ありません、しかし一大事です。魔法帝は所在不明で連絡も取れず、いよいよ世の出番ということだ。素敵ですわ国王様。さすが国王様。一部の団長や魔法騎士が敵方に回ったとの情報が。うちらの分も取っといてほしいけど、無理なお願いかな。分かり合えますよ。だってこいつらも俺たちも一緒じゃないですか。そろそろあいつらも目覚める頃だし、諦めな。あいつに戦ったお偉者のリストってのが、そんでもなく強くなった以外は何にも変わってねえな。あのアスタがこんなに立派に。誰だお前。お前そんなキャラだったのか。そうなんです、本当の僕はこんな感じなんです。行こうぜユノ、人間だけじゃなくエルフも助けてやんねえと。アスタとユノはこの国を守りに行かなきゃいけないの。もちろんだ。アスタはジ、もっと上手くなれよ。手紙読みにくいんだからな。よければ僕も連れてってくれませんか。こう見えても魔法騎士の端くれですし。そうだな。アスタ、手紙や仕送りも嬉しいが、無事に帰ってくるのが一番じゃからな。万客持ってとんでもなくなりおって、気をつけて行ってくるんじゃぞ。俺はこの剣でエルフになった仲間を元に戻すことができる。アスタ、オートで